古大道は、宮城県宮城郡松島町の継承地松島にある、仏道。道庁にある臨在宗明神寺派の寺院、随岩寺の境外仏道である。日本三景の一つである、継承地、松島の景観上重要な建物であり、本州海岸に近い小島に建つ。伝承によれば、大道2年、坂の上の田村マロが、欧州遠征の際に、 微車門堂を建立したのが始まりとされる。その後、縁人が延べ福寺を創建した際に、仏津堂を建立し、大政不動明王を中央に、東方向三世明王、西方大徳明王、南方軍大明王、北方混合夜叉明王の五大明王像を安置したことにより、五大道と呼ばれるようになった。現在の堂は、慶長九年、 伊達政宗が、随岩寺の再興に先立って再建した。東北地方最古の桃山建築と言われており、現在、国の重要文化財に指定されている。随岩寺は廃館料が必要であるが、五大堂は廃館料が無料である。五大堂の変額本州と五大堂のある島とは、橋でつながっている。本尊の五大名王像は33年に一回回避の、秘仏で、 21世紀に入ってからでは2006年8月18日から20日の3日間、三聖堂、五夫堂、日吉山王神社33年後会長が開催された。2016年9月10日から11月13日には、東日本大震災復興記念事業として、三井記念美術館の特別展、松島随願寺と、伊達政宗で後大名王像画で開長されている。 2018年4月6日から6月下旬には、随岩寺本堂落景記念として、随岩寺宝物館に出展されている。五大堂の小島に架けられたすかし橋。五大堂境内随岩寺過去の展覧会一覧、三井記念美術館本堂落景記念特別展に、随岩寺と、伊達屋歴代藩主と住職の交流を中心に、随岩寺。ありがとうございます。